どうも、こまちです。今回はこちら、イシダイです。日本各地、朝鮮半島南部や台湾に分布、比較的浅い岩礁域に生息するアライソの王者です。漢字で書くと石の鯛、歯が鋭く石をも噛み砕く歯を持つ魚っていう意味から来てるんですね。英名はバードナイフ鳥、縞模様のアゴナイフっていうような意味ですね。そしてその鋭い歯はサザエの貝殻をも噛み砕くと言われていて、サザエやアワビやウニといった人間にとっての高級食材を捕食します。どうですかね。僕はこういう食材は苦手なんで、一つも羨ましくはないですけれどもね。さて、このイシダイ、闘争心が強く、他の魚介類と一緒に飼育できないという点が水族館の悩みの種なんですが、好奇心が異常に強いため芸を覚えるんです。潜水中のダイバーの後をついて泳いだり、だいぶ可愛い魚なんですよね。そのあたりの描写がとても温かい、イシダイ島五郎っていう絵本があるんですが、図書館で読んだことある方もいらっしゃるんじゃないですか。ん？ただし40センチを超える大型個体はかえって味が落ち、シガテラ中毒っていう食中毒の危険性があるので、食用に向かなかったりします。さてさて、早速釣っていこうと思うんですけれども、あつ森の世界では、北半球、3月から11月、いつでも釣れます。今回負け餌は50個用意しました。っていうのはもうええか。魚影はね、いわゆる L ですね。これは LL なんで、鈴木久しぶりということなんですけれどもね。まあ動画久しぶりなんですよ。っていうのがね、めっぽう冬に弱いんでね、若干冬眠してた部分があるんですよね。ちょちょ。てか、まあ誰しも正月明けっていうのはね、プチ鬱に陥る時期なんですよね。ってことで、今回はね、人生で初めてメンタルブレイクした話でもしていこうかなと思ってます。この魚影やな、今の時期はミノカサゴとイカ、ミノカサゴ、あとタイと、そしてイシダイって感じですわね。これ今の時期って言いますけれども、熱帯魚を釣ろうかと思ってね、7月にフォーカスしてるんで、7月の場合はの話ですね。花ひげちゃんも出てくるし、背びれ魚影も出てくるんですよね、7月は。でーですよ、花ひげ、ウツボ、人生で初めてメンタルブレイクした話なんですけれども、小学校4年生の時ですね。女の子の行為に初めて気づいたのがこの小学校4年生の時なんですけれども、4時間目の授業がプールだったんですよね。ってことはですよ、はい鈴木、3時間目の後の休憩時間にダダダーと一番に着替えてやってね、ね、プールサイドにね、そのめちゃめちゃ早めにおったらウケるかもしれないじゃないですか。ってことでね、休憩時間の間にバババーって着替えてプールサイドにおったんですよ。これでみんなどんな顔するかなーで笑うかなーとかって思ってたら、なんかね、もう背後すーぐ近くですよ、気配を感じるんです。ゆっくり振り返ってみると、そこにはね、着替えた女の子がすでにいたんですよ、僕の真後ろに。はい鈴木、その頃ってまあ小学生ですから、その女性の行為なんかわかるわけもないですよね。でもその時生まれて初めて気づきまして、気づきまして、生まれて初めて気づきました。ああ、この子はわしのことがたい好きなんやなっていうのを直感で感じたんですよね。でその日からこっち側も意識するようになるじゃないですか。まあ、意識する言うて、監視されとるな感を感じるようになるんですよね。休憩時間僕について回ってるんですよ、よく見たら。言うてみればストーカーですよね。まあ今考えればその子も
その好きな気持ちっていうのをどう表現していいかわからなかったから、そんな行動するしかなかったんだとは思うんですけれども。あーん、ハリセンボンちゃん、かわいい。でもまあそういう行動はね、小学生の男の子にとってはね、どぎついものがありましてね、なんかこう自由を奪われたような、なんかそんな気持ちになっちゃったんですよね。でもその子のことを思いっきり避けるようになって、おう来ました、石大荒磯の王者だってことで、きっと僕はやっぱり出たよ、石大のカルパッチョのレシピをひらめいた、まあ、これが出るくらい集まりあんまやってなかったということでもあるんですけれども、さあさあ、まあ僕がその子のことを嫌っているっていうことは、まあ友達も先生もどんどん気づいていきますよね。で、なんかあったらね、全部僕のせいにされるようになるんですよね。毛嫌いしてるっていうことはまあみんな知ってるんで。そらね、小学生みたいな、もう何やってももう世界最高の幸せ者なんちゃうかっていうぐらい楽しい時期に、なんか自由を奪われるような気がしたらね、もう抵抗するしかないですよね。ひらめ。でもどのように抵抗しても、その気持ちはね収まらないんですよ。5年生になっても6年生になってもね、多分ね、避ければ避けるほど向こうも意地になって、マンボウでけえな、やっぱこっちのことを追いかけるようになってた節はあると思うんですよね。んで、ある日事件が起こるわけなんですけれども、確か夏休み明けにですね、まあ自由研究の工作、みんなのやつを飾ってたんですよ。んで、その子は紙粘土で猫を作ってたんですね。んで、ある日その子のその猫がね、ぶっ壊れちゃってたんですよ。で、あらー、どうしたんやろうと思って、その子が泣いてるんですよ。んでね、泣きながらそのぶっ壊れた耳を僕のとこに持ってきて、おお、イカもか、イカのレシピもどうやら覚えてなかったみたいですね。で、そのぶっ壊れた耳を僕のとこに持ってきてですよ直してくださいって、もう僕が犯人と決めてかかってるわけですね。で、先生も僕が犯人だっていう顔で僕を睨みつけます。そして僕は全然思い当たる節がないので、いや違いますって言っても、ああ分かったんじゃお前だろうがみたいな感じで、僕の心はその時にぶっ壊れちゃったんですよね。ただでさえもうね、その子の行為が本当に嫌で嫌で、じゃあどうやってその行為を避けるかっていうね、方法をまあその時考えてたんですけれども、その方法っていうのがね、魅力を出さないことだったんですよ。イカバー釣れるな。普段から笑わない、目立たないっていうことをずっとずっと努力でね、その状態を保って、なんとかその子の行為を避けようとしていたにもかかわらず、僕のせいってなっちゃって、もうなんかね、ブチ切れちゃったんですよね。オラーっていうブチ切れじゃないです、もうね、心がちぎれるような感覚、はぁーもう無理みたいなね、ほんまに生まれて初めてのメンタルブレイク、小学校6年生でしたね。あれ、最初小学校4年生って言ったかな、まあ、人生最初のメンタルブレイクは小学校6年生の夏休みのちょっと後でしたね。そしてそのブレイクした心の中には、鬱憤っていうゴミが溜まったまんまなんですよ。熊の実かわいいな。その鬱憤ってね、どこにも向かわないんですよね。うんこのように消化できたらいいんですけれども、そんなわけにはいかないです。じゃあその鬱憤がどのように解消されたかと申しますと、石大、ある日の放課後ね、その子のランドセルが僕の目に入ったんですよ。
で僕は小学生ながらちょっと心壊れて病んでる状態です。僕はその子のランドセルを見つめながらカッターナイフを取り出してそのランドセルを切りつけました。約2年にわたって溜まってきた鬱憤はそんな形で果たされたんですよね。まあさすがに先生その時気づきました。僕を呼んでまあ抱きしめてくれたんですよ。で、あ、小町は辛い思いをしとったんやっていうことにその時初めて気づいてくれたみたいなんですよね。で、卒業式の前でした。その子のおかんにはね、ボロクソに言われた覚えがあります。電話でね。僕はおかんの膝の上に乗って、ごめんなさいとかって電話口で言った。でもね、ほんまに辛かったんですよね。なんでわしがごめんなさい言うとんやとかって思いましたけれども、まあね、あの時の小町くん今思えばまあかわいそうやったなまあでもな、その子もそうするしかなかったんやろな。イカスミカレイ、イカスミパスタからの石鯛のカルパッチョ出来上がりと。どうですか、今回入手した3種類のレシピからこのように料理を作ってみました。特に石鯛のカルパッチョなんかは食中毒なんかになりそうでとっても美味しそうです。え、急にわけのわからないキャラをぶっこんでくるな、世界観が全然意味がわからないですって。大丈夫です、迷うとるのはわしです。